あとどれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。近いうちにみんな死ぬ。いや、俺が殺すんだ。そうすると決まってる。きっとこの先もパラディ島が生き延びる道が見つからなかったんだろう。何もかもがなくなる。家も人も動物も人生も夢も。母さんはどう思う？死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか。壁の王が自死の道を選んだように、少なくとも島と外じゃ死ぬ人の数が違いすぎる。エルディア人が完全に死滅すれば巨人の問題がなくなるのも事実だ。そんな結末納得できない。